私が生きた行けマスターボール。しゃー、ホウオンを捕まえたぞ。うわー、えぐー。改めまして、全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで、ついにハートゴールドソウルシルバー第4世代で8192分の1を乗り越え手に入れた色違い鳳凰ことゴッド君、リボンコンプ達成なんじゃな。つらかった。リボンの数が5、10、15、20、25、30、31、32、33、34プラスこれが20個、ひとまとめになっているので54個じゃな。54個のリボンを第4世代のダイパプラチナハートゴールドソウルシルバーから始まり、鳳凰が内定している全ての作品を乗り越えてここまでやってきたんじゃな。そんな色違い鳳凰ことゴッド君を今回はランクバトルで暴れさせていこうというふうに思うぞ。持ち物が厚底ブーツ、テラスタイプがクシャじゃな。で、努力値が HB ブッパーとさせていただきます。鳳凰はそもそもが特防がめっちゃ高いので、防御に振り切ることによってさらなる耐久力を手に入れることができるぞ。特性が再生力、手持ちに引っ込むと HP が少し回復するというサイクル戦でかなり強い特性なんじゃな。技構成は以前動画上げた通りね、聖なる炎ブレイブバード自身自己再生で使っていこうというふうに思うぞ。自身の枠が諸説で吹き飛ばしもいいよねっていう感じになってるんじゃが、まあ、ミライドンであったりとか炎を照らしてるコライドンであったりとか、そこら辺に打点を持てる可能性があるので今回は自信を採用しておるぞ。上都中央から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだね。え、つけた時の名前、すごい記録を持つゴッドっていうね、もうまさに本当にすごい記録を持ってるんじゃが、一応このレジェンドリボンはハートゴールドソウルシルバーでレッドを倒した時に手に入るリボンなんじゃよな。だから本当に第4世代からね頑張ってきたんだみたいな、そういう証も込めて今回はつけてランクバトルね早速潜っていこうというふうに思うぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました相手がミライドン、ウーラオス、ハバカミ、ディンル、パオジアン、そしてラストがガチグマということでよろしくお願い申し上げるんですが、どうしましょうね。とりあえず銅は出したくて、ただわしが前動画上げた挑発持ちミライドンだと銅が挑発されて詰むんだよな。難しいところ、まあ、先発ウーラオスからいきましょうか。で裏が銅でラストがゴッド、これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発パオの事案を繰り出してくる。わしはウーラオスをガン投げていき、まあとりあえずここはしっかりとドレインパンチをしていって問題ないと思う。つらら落としを打ち込んできて、はい、耐えていく。ドレインパンチドーン、相手は大ダメージ。で、相手は気合のたすきじゃな。さすがにここ不意打ち、どうだろう、不意打ちでいいのかな。あ、不意打ち通っていく。パオジアンをしっかりと仕留め上げて、素晴らしいね。パオジアンぼこしたらだいぶこっち立ち回りやすくなるよということで、ミライドンが怖いんだよな。あ、ここウーラオスなんだ。水ウーラオスかな。水ウーラオスじゃな。じゃあ銅に引きます。アイススピナーが怖いけど、行け、やる気満々の銅。研磨やめてね。インファー受けれるけどきちい。受けれるけどきちいっすわ。毒毒で
行きます。ウラオスがこれスカーフだとマジ楽なんだけどな。スカーフってことないかな。スカーフだとマジ楽。ウラオスを引っ込めてくれる。やったぜ。さあミライドンを繰り出してきて、ミライドンに毒々入ったらマジででかいよ。マジででかい。さあ毒々ぐんがましていき。ゴッド君まだ出番ないです。さあしっかりと食べ残しで HP を回復して、ここ一旦守るかな。いやでも自己祭でもいいんだよな。自己祭押します。オーバーヒートメガネ。あー何オーバーヒートって。何をすると思ってオーバーヒート打ったんだろう。まあ自己祭で間に合うんでとりあえずよし。で特攻下がって、わし天然じゃないからもう圧倒的にこっち強いわ。圧倒的に相手特攻下げちゃったからもうきついんじゃないのか。どうに対して打点ないよ君。じゃあ毒々打ちます。ちょっとゴッドの出番がない。あっとミライドン引っ込めちゃったね。ウーラオスに対して、毒々が入るんですわということで毒々をぶち込んでいくと。ウーラオス何してくんだろう。アイススピナー持ってると嫌なんだよ。霊パンとかな。うん、だからインファ型だから多分アイススピナーだとは思うんですけど、ここウラオスに引きましょう。アイススピナー警戒ね、これは。アイススピナーだったね。はい、受けれてると。で多分相手これ間違いなくこだわってそうな雰囲気してるんで、まあドレインパンチをポチポチ押していっていい。あのミライドンが重すぎてゴッド腐ってます。ミライドンが重すぎてゴッドが腐ってる件について。さあミライドンを繰り出してくる。あハドロンエンジンじゃない。こないだあのハドロンエンジンをハイドロエンジンって呼んで恥かきました。さあ HP しっかりと回復して、さあ相手は毒のダメージを受けていくということで、どうに引いていく。ゴッド君は最後の最後で出てくれればそれでいいんじゃ。うん、やられたね。さあウーラオスをまたしても繰り出してきて、さすがにここアイススピナー押せないよな相手。どうやられたらこっちピンチなのか。だとしてもウーラオスバックでいいよな。ここここインファ打たれた場合は普通に鳳凰に引いて、で鳳凰くんが交換読み自身打てばいいだけだから。あ、オッケーオッケー、全然いける。これだったら問題ない。もう完全にウーラオスはこだわり一点読みしてるんで、わしな。だから毒ダメージがしっかりと入っていきまして、いよいよハートゴールドソウルシルバーで8192分の1の壁を乗り越え、さらにリボンをコンプした鳳凰ことゴッド君の登場じゃ。すごい記録を持つ鳳凰かっけー。たまんねえよな。じゃあここ自信打ちます。さあウラオスを引っ込めざるを得ないよね。でミライドンを繰り出してきて、ミライドンに自信が入っちゃうんだわな。オッケー。で相手こだわり一点読みわししてるから、てかこの立ち回りもうこだわりなんだよね。だからここで相手が打つ技を見て決めればよし。でここはまあブレイブバードをしとけば問題ない。毒好き、なるほど。急所に当たっていくが、さすがに水流連打押せなかったか。銅の貯水のこと考えると確かに押せないもんな。さあブレイブバードが突き刺さって、ウーラオスを突破していく。よくやったゴッド。ああ完全勝利じゃ。対戦ありがとうございました。
マッチングいたしました。相手がココババドレックスママンボランドロスハバカミラウディングボーディング、そしてラストがパオの事案ということでよろしくお願い申し上げるんじゃが、ラウドバーンがおっかないな。ただどう見て、あ、天然だったらラウドバーン腐っちゃうなつって出してこない説はあるので、まあ全然このままいってでもよしな感じではありますね。これウーラオス先発、ウラゴッド、ラストどうかな。うん、これでいきます、お願いします。さあ、お相手先発パオの事案を繰り出してくるということで、わしはウーラオスをぐん投げていき、これに関しては出しがちじゃないかなと思っているんですが、ドンチ打ちたいけど引いてくる可能性があるとしたら、まあドンチ読みラウドボーンか黒馬マドレックスの可能性があるんで、まあ暗黒強打打とう。ここあ普通に殴ってくるんだ。はっ、いって、これさ完全に相手あれだよな、ハチマキだよなこの火力多分だったらドレインパンチ打ちたかったんだが、マジヤンキーすぎる、当ててくるし、ヤンキー極まるだろうこいつマジで。まあ鳳凰繰り出すしかなくて、まあ聖なる炎ぶっ放して、外した、ある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 よ。さあ聖なる炎ぶっ放してパオジアンを突破していく。いやーウーラオス倒れちゃったからラウドボンがいた場合は厳しくなるんじゃな。あ、ラウドボンいるわラウドモンいいな。とりあえず自信打と、硬い、あくび、まあ毒毒入れられればいいなって感じだな。ぶっちゃけここ多分相手回復技打ってくると思うんで、フレアソング打たれまくってみたいなのが嫌だ。フレアソング打たれてしまう。まあ特防高いんで一発はとりあえず耐えるんだけど、多分もう一発ぐらいフレアソング打ってくると思うんだよな。とりあえずドクドク入れるわここ。さあ、あくびをぶち込まれて眠くなっていく。さあ相手はしんがりと毒状態になっていき、食べ残しで HP を回復していく。でここ回復してくると思うんだよな。ここ多分相手怠けるで HP 回復してくると思うから、鳳凰に引いて怠け散らかしてくる。オッケーオッケー。さあ毒のダメージがしんがりと相手に入っていくよ。ここはまあ自信連打でよし。さあ受けんのきつくなってくんじゃないの。相手はあくび、毒のダメージがしんがりと入っていく。そろそろ相手怠けないときつそうだね。引っ込めてくる可能性はある。全然。さあ鳳凰戻れ、いいぞ。これが同鳳凰のニチャニチャサイクルじゃ。ラウドボン引っ込めてくるよな。バドレックスがここで繰り出されてくると、バドレックス何なんすかね、怖いっすね。サイコショック持ってるとやばいんだよな。まあ毒毒打つんだけど、あートリックはだるい、マジでだるい。トリックはこだわりスカーフを押し付けられてしまう。食べ残しを手に入れて、まあしゃあないかな。でも言うて正直アストラルビットないしサイコショックぶち込まれる可能性は全然あったから、こればっかりはねもうしょうがない気がする。でこっから鳳凰を出して、銅が実質役割死んでるけどまだ全然役割は持てるから、鳳凰を出してアストラルビット打ち込まれて、はい、耐える。耐えるということは自己再生で間に合うということです。簡単な話、自己再生で間に合うと。さあバドレックス引っ込めて、今一度ラウドボーンを繰り出してくる。いやここ自信打てたらな最高だったけど、ただ相手視点まだ HP 回復しないと間に合わないはずだから、ここ怠けろ絶対打ってくるはずじゃから自信をぶっ放させてもらおう。
フレアソングはまだ打てないじゃろお前。 HP 回復優先じゃろ。ハイラウドボーン倒していく。じゃあこれ勝ち申したじゃないのかい。あとアストラルビットとかを自己再生で受け続ければわしの勝ちじゃから。勝ったじゃろこれは。なあラウドボーンに照らしてる、あれアイテムを照らしてる切ったっけか。切ってないよな。サイコショック B にも熱く振ってるよ。はい余裕。はい自己再生。はい自己再生。相手はどんどん毒ダメージがきつくなってくるんじゃないのかい。多分フェアリーはさ、アストラルビットだと思うから、あでラストサイコショックじゃな。だから絶対勝てる。こんな聖なる炎をぶっ放して一回引っ込めてもいいんだよな。ただ能力上げられるとだるいから、まあこのまま自己再連打じゃな。うん、あとは毒ダメージで勝手に相手死んでくれる。なんだったらここ聖なる炎を打ったのはちょっとサービスショット説あるよな。ぶっちゃけ打たなくていいからな。はい耐えてる。はい自己再生をプチクリとしていけ。はい HP 回復していけ。悪魔的悪魔的なんだよな。やっぱサイコショック持ってたから堂々対面危なかったな普通に。まあ自己再生連打で、はい光線が選ばれていけ。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がバンギラス、エンテイ、ランドロス、カバカミ、コクババドレックス、そしてラストが鉄のテテミということで、よろしくお願い申し上げるんじゃが、先発はガチグマからいきますか。ガチグマをぐんぐり出して、問題はエンテイじゃな。エンテイやばいわ。ゴッドに対してストーンエッジを打てるから、そこがマジで怖い、エンテイは。だけど、ゴッド出して、まあ、ラストウーラオスにしましょう。これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発、鉄の包みを繰り出してくる。わしはガチグマをぐん投げていけ。で、鉄の包みに関しては、身代わり打ってくる可能性もなきにしもあらずなんで、ここはノーマル照らしてるハイパーボイスで、ガチクリと、一撃の七元に仕留めよう。こっちの行動を一旦様子見で引いてくる可能性というか、その身代わりを張る可能性があって、ただハイドロポンプ打たれちゃったんで結構痛いけど、ただハイパーボイスでしんがりと仕留め上げることができる。で包み倒すとどうなるかっていうと、若干有利になります。バンギラスを繰り出してきて砂起こし、多分バンギラス格闘技持ってんだろうな、だから一旦引っ込めてきたんだろうなと思う。まあ、大地の力打ちましょう。ケタグリを持っている。耐えていく。大地の力打ち込んでいけ。はい、しっかりと大ダメージ与えて、相手は木の実、ラストコクババドレックスだと思うんだよな。ケタグリ持ってるんだとすると、でもここウーラオスブックでもまあ悪くはない気がするんだけどな。ただ真空波でいいか、ここ真空波でいいや。うん、対面で殴り合ってこう、これ。うん、あステルスロック、これ砂嵐でガチグマやられるから、あとはこっからもう最強のね、ウーラオスとかいうポケモン投げていきます。はい、ウーラオスです。でウーラオスがドレインパンチを打つと。うるぅ、さあバンギラスを飛ばして、あれゴッドの出番ない、もしかしてゴッドの出番ありませんか。いやあるかもしれんな。バドレックスだから、こいつがフェアリー照らしたりとか格闘照らしたりの可能性があって、ここは鳳凰に引きます。行け、すごい記録を持つ鳳凰。さあお相手照らしたりを勝ち切ってくれ。フェアリー照らしたりか格闘照らしたりか、フェアリー照らしたる。なるほど、ドレインキッスを打ち込んできて、打ち分けできる。その悪巧み持ってると嫌なんだよな。悪巧み持ってる方だと嫌なんですわ。命の玉持ち、
命のためだとアストラルビット受けられっかちょっと分かんねえから自己再生押すしかない。悪巧み持ってるとすごいきつい。どうじゃろう、サイコショッキングは絶対受けれる。結構効いたけど。さあ自己再生ぐんぐんしていき、砂嵐が収まっていくと。マジ悪巧み持ってそうなんだよな。瞑想は持っている。いやだったらここ炎技打てたのでかい、ここ炎技打てたのでかいよ。聖なる炎ぶっかましていき、はい、焼けろ。くそ焼けねえ。でもさ、これさ勝ちじゃね。あとブレバで勝ちだろ。アストラルビット耐えるっしょ、瞑想積まれても。はあ、やられた。いやでもさ、タクなんだよなここ、不意打ちタク。不意打ち読んで瞑想す可能性あるから、まあ一応不意打ちをしますね。通らない、相手は瞑想積んでくる。で次はもうとにかくまだ不意打ち、わしは不意打ち宅を外しません。だいたい 3,4 回目がピークだから。まだ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 、ここだな、ここです。しゃー、不意打ち策は外さないんだよな。なめんじゃねえよ。不意打ち策を絶対に外さない男、なめんななめんな。悠長に瞑想など積み上がって、じゃんけんで勝ちました。ポケモンバトルはじゃんけんです。いかがだったでしょうか。わりかし強いな、やっぱり鳳凰は。うん、サイクルしてニチャニチャ戦えるので、なんかそのオーロンゲで壁張って詰めなかったら負けとか、瞑想積んだりとかして相手にアンコールがあったら負けみたいな、クソムカつく負け方があんまりないので、一試合一試合とても時間はかかるんじゃが、割とストレスなくね戦えるかなと思いました。本当にね、2週間かけてね、必死に DS で厳選して色違い出てね、こうやって最新作でしかもランクバトルで大暴れさせることができて、わしはとってもとーっても嬉しいんじゃな。ちょっとランクバトルの環境がまだ定まってなくて、どんな感じになっていくか分かりませんが、ガチ対戦の時はね、ちょっと鳳凰結構たくさん使ってあげたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画でね、鳳凰が良さそうだなと思った方はね、一人でも多く鳳凰のファンになってくれると嬉しいんじゃな。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。